れないし、流動食はちょっとまだ無理だね。一応3用意して、まあ、あの子3ぐらいなら飲めるときは飲めるんだけど、0.3 ぐらい、3のうちの10分の1ぐらい、もう呼吸が早くなっちゃうから、ちょっと無理はしなかったんです。で、あとは点滴したり、まあ、その点滴する前にちょっと点滴は取ったんですけど、そうするとね、そこにあるんだけど。で、これね、また前と一緒でさ、まあ、映しちゃっていいですか。これがこの間、今日ですね。この時に比べるとお腹にガスがこの間にも多いぐらい。お腹が張ってますよね。触ってもわかるくらいお腹に空気が。そう、ガスがすごい溜まってるんですよ。で、心臓はなんかちょっとこの横向きで見るとさ、横向きで見ると頭があって、これが胸でね、これ心臓輪郭で前がわからないんですよ。で、あとここに黒い管があるじゃないですか。このこれが気管で、ちょっと上に上がってきてるような気がします。管がここはちょっと管分かりにくいけど、これかな。ここはこういう感じであるから、これに比べるとだいぶここの上に近づいてる。この骨に、胸骨に、胸椎に近づいてるところで心臓が大きくなってる可能性ありますね。から肺もさ、白い、一応心臓の輪郭は黒いけど、かえってこのお腹のガスの方が黒いぐらいだからさ、入って空気があるところだからもっと黒くならなきゃいけないんだけど、白いと。そんなとこで心臓もちょっとよろしくないだろうし、呼吸器の状態も良くないと。肺炎とかですか。肺炎に なる可能性はあります。まだそこまではいってないかもしれないけど、いいかと思います。